皆さんこんにちは。ビッグライフチャンネルの時間です。町工場や中小企業を応援する情報誌ビッグライフ21の加藤俊です。よろしくお願いします。このビッグライフチャンネルではですね、過去ビッグライフ21に掲載した、記事の中から、反響のあったもの、ないしは、もっと深くお話を聞きたいなという方たちにですね、企業の方たちに、このスタジオに登壇いただき、お話をお聞きするといった番組内容になります。実際にですね、これから30分間、この紙面ではですね、伝えきれなかった、情報を、企業の方たちに登壇いただき、お話の方を聞いていきたいと思います。企業の生きた情報を届けるビッグライフチャンネル、それでは早速始めていきたいと思います。それでは早速本日のゲストをご紹介したいと思います。株式会社中大金属の皆さんです。こんにちは。こんにちは。こんにちは。皆さん、そしたら自己紹介からお願いします。はい、私中大金属の貨幣工場に勤める桑原と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。同じく貨幣工場の原と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。新潟工場の小林と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それではですね、早速質問といきたいんですけれども、まず中大金属さんというと、スリット加工技術が得意な会社、になるかと思うんですけれども、このスリット加工技術とはそもそもどういった技術なのかを、教えてください。はい、スリット加工とは、世の中にはさまざまな材質や素材のものを切ること、はい、切断すること、これをスリット加工と言います。はい、弊社ではその中でもですね、非鉄金属と呼ばれるもの、金属箔、こちらを専門にスリット加工を行う業者になっております。はい、言葉で説明しましてもお分かりにくいと思いますので、はい、そうですね。はい、こちら簡単なフィルプを用意しました。はい、こちらをご覧になってください。まずこちらですね、スリット加工とは、はい、題しまして、金属のですね、板材、をですね、特殊な丸刃の専用刃物をセットして、はい、そこにこの材料、金属の板を通すことによって、このように切断されて出てくる。はい、こちらが、スリット加工と言います。はいはい、で特徴はですね、やっぱり材料には材料の流れ、目方向、はい、目方向というんですね、はい、いうものが、目には見えないんですけども、はい、そういったものが存在します。その流れの目方向に沿って切ること、こちらを、はい、含めてスリット加工と言います。はいはい、でお隣のシートカット加工になるんですけども、はい、こちらはですね、材料のその流れの目方向を横に切ること、はい、要は目に逆らって切る、はい、ことを、シートカット加工と言います。はい、で、あちらの刃物はですね、またスリット加工の刃物とはまた違った刃物を用いまして、切っていくんですけども、最終的な製品の形状はですね、図のように短冊状、はい、もしくは正方形、このように、加工することをシートカット加工と言います。はい、はい、分かりました。とてもですね、各メーカーさんからですね、はい、精度を、当然求められます。はい、この寸法精度ですね。そうですよね。はい、私たちの、ね、身近な、生活の中にもさまざまな電子部品が存在していると思うんですけども、はい、当然ですね、新しく世に出てくる製品というものはですね、携帯電話、スマートフォンをはじめ、高性能なものが当然、はい、私も、ね、含めて、はい、皆さん使ってますよね。僕も使ってますし、ね、はい、しますし、そういったものをですね、各メーカーさんがやはり、はい、製造するにあたり、はい、当然、その最終的な製品は、高性能で、そこに使われる素材ですね、はい、例えば私たちがスリット加工したもの、シート加工したもの、それらもですね、年々、高性能な、はい、高度な寸法要求を、必要とされております。はい、分かりました。ありがとうございます。はい、はい、それではですね、続いて、の質問に行きたいと思うんですけれども、これそもそもその最終的にはどういった製品に活用されるのかっていうところを教えていただけますか。はい、先ほどね、申し上げましたように、はい、本当にね、身近な、電子機器には、はい、必ずですね、いろんな金属の、ものが
使われているんですけども、まあ、その中でも今一番弊社でですね、ボリュームがあるのは、まあ、携帯電話や、はい、スマートフォンを、はい、いやタブレットですね、はい、まあ、そちらの方に使われる電池、蓄電できる電池、まあ、業界では、まあ、二次電池ですとか、はい、まあ、例えばリチウムイオン電池がそれに当たるんですけども、はいはい、そこのですね、電極、はい、プラス極やマイナス極、まあ、当然電池など存在していると思う、はい、してます。でそこのですね、電気を通すリード線、それはタブリードと呼ばれる、はい、タブリードと呼ばれるものですね、はい、そちらの、スリット加工を、まあ、かなり、加工大手メーカーさんですね、はい、まあ、幸いにも、採用されまして、まあ、幅広くそちらの分野の方で、供給しております、はい、その携帯電話における、まあ、メーカー問わずなんでしょうけれども、そのシェア的なところでいうと、はい、御社というのはどのぐらい持っていらっしゃるんですかね。まあ、そうですね、国内 の、まあ、あの企業のお名前はちょっとこの場で、ね、はいはい、いただきますけども、約半分 50% のシェアは占めております。素晴らしいですね、はい、他に携帯電話以外のものだとどういったところに使われるんでしょうか。そうですね、まあ、携帯電話はですね、やはりこの安全性をですね、はい、非常に求められる、まあ、性能もそうなんですけども、その電池パックですね、皆さんもちょっとご経験あるかもしれないですけど、はいはい、繰り返し、ね、充電こう使っていく中で、はい、例えばこうちょっと変形したり、はい、まあ、膨張ですよね、はい、したり、まあ、時にはですね、まあ、ニュースにも過去何回かなっている、はい、まあ、あの発火ですね、はい、そちらの方にも、まあ、影響してきます。それはそのタブリードの部分っていうのがかなり影響があるっていう。そうですね、まあ、私どもは電池を作っている、ね、メーカーではございませんけども、はい、やはりそのメーカーさんのお話を聞きますと、うん、そのタブリードに使われるですね、素材のバリが、はい、あ、金属のバリですね、ですね、はいはい、そちらの方がですね、やはりあると、はい、それが異物となって、このショートにつながると。はあ、そうするとじゃあもう本当その御社のそのカットの技術は、はい、まあ、バリを絶対出さないというか。そうですね、あるともう他のその要はもう完成製品にまで響いてしまうということなんですね。そうですね、ある私たちがスリットしたものはそのまま、はい、その電池に搭載されますので、はい、まあ、そこをね、非常に神経使って、まあ、作業に日々当たっております。なるほどですね、はい、御社の技術って結構その車のエアバッグなんかにも使われるっていうことを、あ、そうですね、お聞きしたんですけど、エアバッグにおいてはどういう部分に使われるんですかね。ステアリングコネクターと言われる部分、はい、ステアリングコネクター、はい、はいはい、まあ、簡単に言いますと、はい、車のハンドルありますよね、はい、まあ、そこの中に、まあ、エアバッグ、一般車はい、装備されて入ってますよね、このハンドルの部分です ね、 すね、内蔵されていると、はいはい、でそことですね、車、例えば車の前方にその衝突を感知するセンサーがあるんですけども、はい、そのセンサーとそのハンドルの、うん、搭載されているエアバッグを結ぶ、はい、まあ、線になるんですね、はい、うん、そこの線の部分に要は御社がカットした、はい、まあ、あの金属が使われていると。そうです、は、はい、その衝突を感知した瞬間に、はい、まあ、電気信号を流して、はい、でまあエアバッグを、ね、こう膨らませるという電気信号を、ね、流す役割に使われております。はい、はい、ありがとうございます。まあ、両方ともですね、やはり安全性、はい、安全面、まあ、携帯電話のバッテリーもですね、車のエアバッグも両方ともやはり安全性っていうのは本当に求められますので、メーカーさんもですね、さまざまな当然、要求、まあ、もしくは試験、はい、やっぱりそういった、ね、ことを求められますので、そういったことをクリアした製品のみを、ご承認になられますし、はい、まあ、当然、採用されたからには私たちもそのメーカーさんのご期待に添える製品をですね、提供し続ける、はい、まあ、そういった義務が、あると思ってます。なるほどです、はい、まあ、ではですね、その次にその中大金属さん独自の技術に関してお聞きしたいんですけれども、御社独自の技術というとどういった技術があるんでしょうか。はい、弊社のスリット加工機なんですけども、さまざまなお客様 の、 要求事項に応えるためにすべての機械が汎用機になっております。はい、で一般的に市販されている、機械ですと、どうしてもある一定の範囲の加工しかできない専用機になってしまいますので、はいはいはい、そういった部分を補うために必ず中大
金属独自のオーダーメイドをして、はい、あの特注品という形であの機械を導入しています、はい。でまあ、そういったことであの中大金属独自の技法が使えるようになったりですとか、はい、まあ、他社との差別化もできるということ、差別化も分かれるということになっております。あとですね、あの、はい、機械以外にも、はいはいはい、あの刃物の方も、常時500種類以上、500種類ですか、はい、500種類以上ありまして、その品種やサイズごとにさまざまな刃物を組み合わせて、はい、それらをあの駆使することによって品質を維持するように、はい、常に心がけています、はい。これ一つちょっとお聞きしたいんですけど、はい、その要は同業種の方たちでそれほど の, その500種類も刃物を取り揃えてる企業っていうのはないんですかね。やっぱ私が知る限りではないと思います、はい、そうですよね、500種類ですもんね。わかりました。なんか御社 の, その強さの源泉っていうか、そういったところにつながってそうですよね。ありがとうございます。これはもう一般的に何年で一人前というふうに見なされる世界になるんですか。そうですね、もちろん個人差もあるんですけど、はいはいはい、まずは材料 の, 取り扱い方から学んでもらって、はい、まあ、本格的にスリット加工をしてもらうまでには10年かかると。10年ですか、はい。まあ、弊社のスリット機では担当制になってますので、はい、毎日使用していくことで、まあ、自分の手なり足なりもそのように、はい、使えるようにならないといけないんですね、はいはい。で、また使用する刃物も自分の手で触手と 目視で、うん、検査して、はい、細かい欠けとか、はい、まあ、異物その状態を見るわけですね。そうですね、はい、そういうのを一人で検査できるように、はい、判断しなきゃいけないんで、うん、まあ、そういうふうになるまで約10年かかる、うん、ね、っていうことですね。はあ、分かりました、はいはい。このその一人前になるまでにそのまあ10年かかるというふうに見なされる世界の中で、まあ、決してまあ楽な世界ではないと思うんですね。ですけれども、まあ、皆さんその仕事における楽しみっていうのは絶対見出してると思うんですけれども、それってどういう点に見出してるんでしょうか。はい、まずお客様から喜んでもらえた時っていうのは、はい、ものづくりをしていてよかったなっていうふうに思います、はい。まあ、難しい加工があったとして、まあ、そこで行き詰まったとしても、まあ、その後試行錯誤して成功して、でまあ、自分でも満足するんですけど、はい、まあ、さらにお客様からお礼を言われたりなんかすると、はい、もうすごい嬉しく感じますね。そのお礼の言われ方っていうのは、まあ、先ほどの話ではないですけど、はい、いや今回のはもうバリ全くないよとか、はい、もうそういうようなお話なんですか。どういう喜ばれ方ってなんですかね。まあ、言ってくるお客さんはそういうふうに言いますよね。はあ、はい、やっぱりその御社の技術に対してのお礼っていうことなんですよね。そうですね。あとは例えばうちなんかは、はい、試作品、を依頼を受けるところがかなり多いんですよね、はいはい、量産ではなく、はい、まだ本当にこう例えば、メーカーさんが新しい材料をこう作って今までに良いないものを作って、はい、でまあ、作ったはいいけど、切れない、はい、で、まあ、同業者の当然ね、このスリット業界にも私たち以外にもおりますので、はいはい、まあ、そういったところに、まあ、こう依頼をして、うん、例えば、まあ、あまりうまくいかない、はい、まあ、ちょっと希望通りいかなかった、うん、まあ、そういったことで、まあ、依頼を、はい、そういったケースでね、私たちに依頼が回ってくるケースもやっぱり多々あるんですよ、はい、やっぱりそういったところをね、まあ、今言ったような、まあ、私たちの技術、うん、まあ、刃物もそうですけど、まあ、そういったものを用いて例えばうまく、ね、お客さんも期待通りに、はい、できたと、はい、っていうこともやっぱり多いんですよね。なるほどですね、はい、まあ、そういったことはもう喜びに感じますし、お客さんも、まあ、何社、はい、例えばうちがね4社目か5社目か分からないですけども、まあ、よそではねできなかったけどもやっぱり中大さんに持ってくれば最終的にできたと。それは嬉しいですね。これはもう一番職人妙につきますよ ね, ね、やっててよかったなと思う。やっぱり一つ一つ、はい、一つ一つの仕事に対して心を入れて仕事加工できるんで、うん、まあ、その分緊張感がありますし、はい、
まあ、それが励みになるというか。なるほどですね、はい、うん、もうそういった世界なわけなんですね。そうですね。なるほどですね。ありがとうございます。まあ、ではですね、まあ、口で皆さんに説明していただくのもなんですから、せっかく動画を用意いただいているということですので、早速その動画を見ながら、今度ですね、実際に御社の製品についてご説明いただけたらと思います。動画の方お願いします。はい、今映し出されている映像がですね、はい、弊社の、まあ、本社機能を持つ貨幣工場になります。はい、はい、まあ、現在ですね、従業員の方は25名で、はい、運営してます。あ、25名、はい、はい、ですね、はい、はい、これはもう貨幣っていうのはもう足立区の、ね、はい、そうです、はい、東京都足立区にございます。はい、はい、もうこれは地区大体どのぐらい、何年ぐらいなんだったんですかね。もう30年やっております。こちらは、あ、こちらですね、こちらは弊社のですね、新潟県にある新潟工場になります。はい、はい、まあ、こちらの方は、はい、まあ、従業員20名で今運営しております。あ、はい、まあ、両工場とも当然行っていることはスリット加工であったり、はい、シートカット加工であったり、はいはい、何かその分け方とかっていうのはあるんですか。やはりですね、新潟工場これ3000坪ありますので。ああ、なるほどですね、はい、工場が、これは実際にその中の様子なんですね、はい、これは新潟工場ではなくて、こちらは、はい、はい、この度ですね、6月に、はい、貨幣工場ですね、はい、まあ、旧東和工場というもの、足立区にもう一つ工場があったんですけども、はい、そちらの方と統合しまして、はい、でその際にですね、新たにこの簡易クリーンルームというものを設けました。あ、まあ、この集塵機も、はい、その時に導入した設備の一つなんですけども、はいはい、やはりですね、はい、まあ、技術力を求められるのは当然なんですけども、この作業環境、を、まあ、やはり今の時代、各メーカーさんからも求められますので、はい、当然ホコリ、はい、まあ、業界汚れとコンタミンが、はい、まあ、金属の、ね、中に入ってしまうと、それが、ね、はい、異物となって、はい、悪さをしますし、例えば今この映し出されている除湿機導入してるんですけども、はい、温湿度管理もやはり求められますので、これ金属であると思うんですよね。そうですね。これが実際にそのスリット加工になるんですね。はい、こちらは、まあ、今画面の右から左に金属が流れてるんですけども、はい、こちらが実際にスリットをした製品になります。はい、はい、もう切れているわけですね。これはもう切れてます。すごい勢いでいくんですね。そうですね、まあ、1分間に大体平均60メートルから70メートルのスピードで金属の材料が流れています。でこちらはですね、はい、スリット加工をした直後にですね、やはりこの巻き取りというものが必要になってきます。はい、ただその切った金属を巻き取る。そうですね、やはりこう金属をただ切るだけでは、はい、お客様は使用になれませんので、切ってこうやってこのように巻き取って、まあ、コイル状、はい、まあ、レコード巻きというんですけども、まあ、そういった形に、して初めて製品となり立ちますので、うまくね、寸法通りに切ることができても、この巻き取りでね、うまくいかないとやはりこう製品としては成立しません。じゃあ巻き取りにもそのやはり企業の強みというか、はい、いろんな各企業によっていろんなノウハウが詰まっているわけなんですね。はい、そうですね。はい、これはどういう作業になるんでしょうか。はい、まあ、スリット加工、まあ、先ほど言いましたように、まあ、切る、あとは巻き取りを経て、はい、まあ、最終的にこういった形状になります。はい、はい、これも実際にそうなんですね。これ止めてるのはテープか何か。そうですね、やはり、まあ、運送中の、巻き乱れですとか、はい、巻き緩み、を防止するためにこの端末をですね、テープ止めをして防止します。ただこれ1本に対して携帯電話っていうことだと、はい、もうこの1つの塊で大体何台分ぐらい携帯電話使われるんですか。リード線一般的には、まあ、電池の大きさにもよるんですけど、だいたい3センチとか4センチ。そうですよね。ですのでまあ、これ、まあ、ご覧になってる、ね、製品はだいたい500メーター以上巻いてありますので。500メーター、なるほど。はあ、じゃあ数百台分に相当しますね。はあ、はい、すごいな。これはどういう過程なんでしょうか。あ、それはもう文字通り真空パック。あ、そうですね、先ほどのように、ま、最後手直しをした、はい、製品ですね、
まあ、先ほどちょっと環境のことを言いましたけれども、まあ、クリーン度を、ね、保って作業している中で、はい、結局その運送途中、はい、もしくはお客さんが使用する直前までにホコリとかゴミが入ってしまうとやはり意味がないんですよね。なるほどですね。やっぱりそれをこう運送中にも防ぐようにこの、まあ、エアキャップとまあ、シュリンクと呼ばれる AS 樹脂なんですけども、はい、まあ、そちらのビニール材でですね、パックをして、まあ、空気を押し出して、はいはい、ホコリとか、まあ、あとは、金属の天敵である水ですね、うん、湿度、湿気ですね、はい、そういったものをこう防ぐためにこの真空パック加工を、行います。なるほどですね、はい、お、実際にカメラが動いてって、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ今度はですね、実際に皆さんのその製品を持ってきてもらってますんで、これをちょっといろいろすごいここに置いてあるんですけれども、どういったものなのかっていうのを教えてってもらいましょうか。あ、はい、まずですね、はい、こちらからいきましょうか。ちょっとごめんなさい、見にくいんで、見にくいかもしれないんですけども、はい、先ほどね、シートカットのところでご紹介した、まあ、短冊状に最終的に製品の形状がありますと、はい、いったものは、まあ、こういった形になります、はい、まあ、スリット加工をしてから、はい、横方向に切ることです、はい、切るっていうことですね、はい、で、あとこちら、これはまあ長方形、はい、こちら正方形、これすごいキラ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 光って見える一粒一粒が要はもうカットしたものなんですね。で、それ正方形に、はい、正方形になってる、画面を通して見づらいかもしれないんですけども、正方形の形になっています。はい、はい、で、あとこちらですね、はい、ね、ご覧になれますか。はい、これもキラキラしてますけども、これすごい拡大すると、はい、あれですよね、 L 字になってるんですね。そうですね、ちょっとごめんなさい、これ見にくいと思いますので、うん、こちら拡大のね、写真をお持ちしました。用意がいいですね、はいまあ、マッチ棒の先端ですね、はい、火をつけるところと比較していただくと、はい、まあ、一目瞭然だと思うんですけれども、これ実際大きさはどのぐらいになってるんですか。はい、これ板厚がですね、コンマ1ミリ、コンマ1ミリ、この幅ですね、これが幅になるんですけど、これはコンマ2ミリ、はい、あとはこの L の一辺が1ミリ、1ミリです。はあ、いや、これをもうカットしていくっていうことなんですね。はい、へえ。で、こちらなんかはですね、スリット加工のご紹介の時も、はい、例に、ね、出させてもらいましたけど、リチウムイオン電池のですね、はい、方の安全試験装置の方に使われてます、はい、で、まあ、実規格でですね、はい、こういった形状のこの L 字の小片を使って各メーカーさんが電池を開発するときに、その電池が正常に、ちゃんと作動するかどうか、はい、その電池の人の役割を果たせるかどうかということで、はい、その試験、安全の試験としてこの小片を使われています。はあ、なるほどですね、はい、こちらに他にもいろんな製品持ってきてもらってますけれども。そうですね、こちらの方、まあ、電池つながりでまたご用意したんですけども、はい、まあ、こちらにニッケルハックですとか、はい、銅ハック、はい、あ、これじゃあちょっと、はい、まあ、アルミハックもそうなんですけども、はい、こういったものも電池の先ほど申し上げたタブリード材ですね、はいはい、そこの部材になるものです。ケブがあってアルミがあって銅があって、はい、その奥にあるものは何になるんでしょうか。こちらですか、はい、こちらは比較として、はい、不具合品をちょっと持ってきました、うん、あ、はい、まあ、こちらのものですね、これ同じ、ね、はい、ニッケルハックなんですけども、はい、比較してもらえるとこの断面がですね、不揃いなのが分かりますかね、はい、例えばこちらは面が揃っているので、まあ、こう鏡のようにですね、まあ、今私の手が少しちょっと映ってると思うんですけども、はい、このやっぱり断面が揃っていると、このように反射をするんだと、はい、はい、なるほどですね。でもこの不揃いですと当然この綺麗にぼやけて映るというか、はい、見た感じが全然こう違いますよ ね、 あ、ですから先ほども今何回も言いますけども、スイート加工をいくら綺麗に切れても、はい、切れただけではダメで、やっぱりこのようにきちんと巻き取りをすることによって、うん、その巻き取りも同じぐらい重要になってくるということなんですね、はい、ありがとうございます、はい、こちらはどういう、はい、どうですよね、はい、はい、こちらなんですけども、はい、今現在ですね、
まあ、サイズがちょっとここに書いてあるんですけども、はい、コンマ1ミリの、はい、洗剤になります、幅がコンマ1です。これはなんかもう何本も要は引かれているっていうことなんですかね。はい、うん、今現在ですね、まあはい、弊社ではやっぱりどこまで細く切れるか、はいはいはい、ね、やっぱりそこを常に、はい、弊社社長を、ね、含めて追求してますので、はい、それをとりあえず今現時点ですね、突き詰めていった結果、はい、このコンマ1ミリという幅、はい、この一本一本がコンマ1ミリになっているということなんですよね。そうです、この一本一本ですね。すごいですね、はい、だいたいこの髪の毛の太さが、はい、平均 0.07 ミリと言われてます、はい、でこちらはまあ 0.1 ですね、まあ、じゃあかなり肉薄してきてるんですね。これはもうあれなんですか、スリット加工においては他の、他社ではなかなかここまではできないっていうようなことなんですよね。はい、私はそのように思っております。なるほどですね、はい、ありがとうございます。そちらに関してはどうなんでしょうか。これも先ほどご紹介したステアリングコネクターに実際使われる導線になります、はい、なるほどですね、はい、こちらもその、あれですね、エアバッグ、ね、そうですね、はい、ですね、まあ、今日お持ちしたこの電池向けも、はい、このステアリングコネクターエアバッグの、ね、はい、向けも、まあ、実際にもうこの状態でお客様に納めてますので、うん、もうこのまま、使用されています、はい、なるほどですね、はい、いやありがとうございます。非常に分かりやすかったです。じゃあ今度はですね、まあ、そういった中台金属さんですけれども、まあ、どういった人材に来てほしいのかっていうところをお聞きしたいですね。お願いします、はい、まあ、これまでね、スリット加工のことをいろいろご説明させていただきましたけども、はい、まあ、その金属は弊社ではですね自社購買購入はしていませんので、はい、全てお客様が、まあ、ご購入されてそれを支給品という形で、まあ、私たちが預かるわけですよね、はい、で、まあ、それを、まあ、切断、スリット加工していくんですけども、やはりこの材料、非常にやっぱり高価なものが、たくさんありますので、はい、それをですね、まあ、スリット加工をするということはやっぱり一回一回この歯組みをして、切ると、まあ、適切な言葉かどうか分かりませんけども、はい、その一回の加工にがやっぱりこう真剣勝負なんですよね、はいはい、そうですね、当然失敗は、うん、許されない、はい、まあね、特に今言いましたようにお客様のものですので、うん、はい、まあ、そういったねやっぱ緊張感をねやっぱ常に持って作業に当たりますし、はい、まあ、その緊張感がですね逆に言えば、いろんなこの、まあ、先ほどね、紹介したような、はい、お客さんに喜ばれたら、うん、これちょっと緊張感を持ってやってるからこそ、嬉しい、繋がると嬉しいと、はい、そうですね、はい、うん、ですから、まあ、この仕事の醍醐味っていうのはやっぱりそこにやっぱり尽きると思うんですよ、はい、ですので、そういったことをね共感できる、はい、人っていうのはやはりこの私たちが求めている人材といいますか、はいはい、まあ、ただ当然ねこれはまあ経験、ね、しないとわからないことがたくさんね、あると思うんですけども、うん、まあ、まずはやっぱり興味ですね、うん、こういった例えば、まあ、今日ねいろいろこの場を借りてご紹介させていただきましたけども、はい、まあ、こういったことを通じてやはり興味を持たれた方に、うん、ぜひうちの方にですね来て一緒に働きたいと、はい、大体御社その年齢層とかっていうのは何歳ぐらいとかっていうようになってるんですかね。まあ、今ですね少し前まではですね、はい、ベテランな、はい、職人さんたちがたくさん、うん、まあ、我々の先輩方なんですけども、うん、いたんですけども、まあ、その人たちがまあ引退、うん、まあ、されたので今平均私たちは30代前半が、あ、でも結構その町工場界隈ではかなり若いですよね、やはり。そうですね、うん、あと僕昔御社取材させてもらったことがあって、その時にまあ御社行って思ったんですけど、はい、すごい女性の方たちが皆さん美人ですよね御社って。僕いろんな町工場行くんですけど
中田幸之さんは綺麗な人が多いな、すごいなと思って、だからこそ、はい、まあ、鶏と卵じゃないですけど、はい、まあ、美人な人がいるから若い方たちも有能な方たちも集まるのか、ないしはその、なるほど、ね、若い方たちがいるから、まあ、集まってくるのかあれなんですけど、僕そこはすごい魅力的だなっていうか、なかなか本当町工場いろいろ回るんですけど、はい、そういったところはないのでいいなって、あ、もううちの会社なんかはもう全然あの女っ気もない会社ですから、そこら辺はいいななんて思うんですよね。なんかあともっとこういった人に来てほしいっていう部分ってありますか、はい、なんか もっと皆さんって結構あのお酒飲まれたりとか、はい、まあ、うちの社長はね、はい、あの昔からお酒が大好きなので、はいはい、あ、まああのよくね、あの時間見つけては、うん、まあ、一緒にね飲み行って、まあ、いろんな話は、社長さんとも飲まれるんですか、はい、まあ、そういった意味では本当にまあフレンドリーというか、うん、まあ、ザックバラン、はい、そういったところはねザックバラな会社ですので、まあ、やってることはねあのちょっと固い金属を取り扱ってるというイメージからも固いっていうイメージがあるかもしれないんですけども、はい、まあ、中身はもう本当にこう和気あいあいとしたザックバラな会社ですので、はい、うん、うん、やっぱりこう、まあ、性格ね、やっぱ明るい方もやっぱ望ましいですし、うん、あの口数がね別に少なくても、はい、いいんですけども、はい、まあそうですよね、やっぱりその誠実で、じゃあ本当、ね、あれですよね、まあ、本当集中力を持って打ち込める方であって、はい、そうですね、かつその瞬間だけ、はい、もう集中力を持ってやってもらえれば、はい、まあ、あとはねもう仕事が終われば、もう気持ち切り替えて、はい、もう今は楽しんでもらえる、なるほどですね、すごい魅力的だと思います、はい、ありがとうございます。今業界における動向とかについてお聞きしたいんですけれども、まあ、今後そのスリット加工の業界がどういうふうに変わっていくのか、でさらにその変わっていった上で、まあ、御社の立ち位置として、まあ、その御社の戦略であったりですとか青写真の部分に関してちょっと教えていただきたいんですけれども、うん、はい、まあ、数年前からですね、はい、まあ、世の中のニュースでも取り沙汰されているようにですね、やはりこの各メーカーさん海外、はい、要は日本から出て、まあ、アジア諸国をはじめやっぱりこう生産の、メインをですね海外にシフトしている、メーカーさんがやっぱり多数、おります、まあ、これはね、はい、もう時代の流れで、これしょうがないんですけども、私たちのねこの業界も、当然ねその各メーカーさんが海外に行かれますとやはりそれにまつわる部品なんかも現地調達に、はい、どんどん切り替わっていく、まあ、これも当然なんですけども、うん、まあ、その中でですねまあ、比較的ね、技術を要さない、例えばスリット加工は、はい、これはもう日本からね出てって、やはり海外に、海外で生産されてもこれは致し方がないと思います、はい、で、まあ、私たちなんですけども、はい、やはりそれに、私たちが逆に言えば求められていることっていうのは、はい、やはりまあ高度な技術ですよね、はい、そこに尽きると思うんですよ、はい、やはりこの製品この要求を満たすためには、まあ、私たちの会社、うん、この中大金属ではないと、うん、まあ、できない、はい、となれば、日本でのね、うん、日本からの調達もしていただけると思いますし、はい、まあ、それを達成するためにはやはりこの弊社のですね社長が、まあ、50年、はい、以上ですねこのスリット加工に携わって、まあ、いろんなねこの、まあ、社長の、まあ、感性ですとか、はい、まあ、当然理にかなったやり方でさまざまなこのスリット加工の技法をですね、まあ、編み出してきましたけれども、まず、まあ、ここ今日出演してるね私たち、はい、私を含めこの3名はですね、その社長 この築き上げた技術というものをまずしっかりと、身につけて理解をして、で、まあ、それをですね、まあ、後世に、まあ、うちの後輩にもそうなんですけども、はい、やはりこう伝えていく義務というものがありますし、うん、それをね、日々怠らずやっていけばやっぱり自然にですね、はい、この業界では私たちのことをですね、うん、まあ、求められ、はい、ね、求めてもらえる存在になれると思います。もう現にでも先ほどのお話でもありましたけど、その試作品に関してはその中大金属さんにっていうようなお話が結構国内のメーカーさんだと、もう本当、まあ、名前は出せないですけど、はい、まあ、いろんな大手企業が、まあ、そのスリット加工では中大さんにっていうような形で頼ってるわけじゃないですか。
で、まあ、すでに、まあ、そういった分でいうと、まあ、その御社の場合はその技術に関して付加価値をつけて、はい、で、まあ、その試作品なんかに関してはどんどんより今まで以上に獲得していけるようにということを、はい、まあ、狙っていくということですよね。はい、なるほどですね、はい、ありがとうございます。はい、では最後にですね、まあ、皆さんに自社の PR をお願いしたいと思います。どうぞ、あの皆さんお願いします。あ、はい、では私さん、はい、はい、あのまあ、本日もいろいろな、ことをちょっとお話しさせていただきましたけれども、やはりですね、この社会貢献、私たちの企業がですね、やっぱりこの皆さんの世の中の皆さんのですね、どんなところに役立つのか、うん、そこに、携わっている、ものづくりを通して携わるということがやはり一番の、喜びになりますし、はい、まあ、やりがいにつながっていきます。でそうしたふうに考えていきますと、まあ、エアバッグもそうなんですけども、やはりこの人の命に関わる、部分っていうのはですね、その中でもこの社会貢献の中でも最も、はい、まあ、高い位置に、はいはい、属してるんじゃないかなと、まあ、私個人的には思ってます。まあ、そんな中でですね、例えば医療分野ですね、さまざまな、まあ、病気があると思うんですけども、医療機器の中に例えばカテーテルですね、体内の中に、はい、まあ、この細い管を通して、まあ、いろんな、ね、細胞とか、まあね、カメラをつけて、この病気の進行具合を見るとか、はい、まあ、そういった、ね、医療機器があると思うんですけども、例えばこの私たちが一番得意とするですね、細物技術、金属をより細く切って、うん、でそれをこう、まあ、パイプ状にして、体の中に、入れても例えば痛みを感じないとか、体に負担が、患者さんの体に負担がかからないとか、はい、まあ、そういった、人様の命に関わる部分にこう役立てれば、これが一番、一番の社会貢献だと思ってますし、私の、ね、目標の一つになってます。はい、はい、じゃあどうでしょうか。はい、スリット加工、いろいろな難しさが、はい、あるというふうに先ほども説明があったと思うんですけど、まあ、その中でも本当に特に難しい分野の仕事をいただいて、それが最先端の分野で使用されるっていうことをお客様の方から、はい、教えていただいたりすることがあるんですけども、これからもそういった最先端部門に使われるものに対してより高品質な製品を提供できるように、うん、技術を継承し続けるというのは、うん、今後も力を入れていきたいと思います。なるほどですね、ありがとうございます。どうでしょうか。はい、私も話したいことも2人に話されてしまうんですけど簡単に言いますと、やっぱり中台金属となってますけど、はい、金属以外にもいろいろなものも切っておりますし、はい、まあ、そういう意欲も私たちにはたくさんあるんですね。なんでもうあれなんですか、うん、もうありとあらゆるものを切っていきたいと、はい、もう切ることにかけてはもううちに任せろっていうことなんですね。はい、そうですね。だ今後もお客様を通じて、はい、まあ、いろんな加工なり経験なり積んでいけたらなと思うので、はいはい、お願いしたいですね。なるほどですね、はい、熱い PR ありがとうございますはい、それではですね、お時間も来ましたので、ビッグライフチャンネル中台金属さんでした。どうもありがとうございました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。